コーチ頑張れ頑張れブリオベカバモス。ホイッスルがかかれ今キックオフです。さあ左から右に攻めるキックオフしました。白のユニフォームアベイのピアティミエ、そして右から左に攻めるのが、おっとここはいきなり衝突がありましたがノーファール。右から左に攻めるのがホームブリオベッカ浦安です。0対1、僅差で、おっとシュートを打ってくる11番の東、角度のないところから強烈なシュートを放ちましたが、右サイドヤンヒョンジュが中に切り込んでボックスの中シュート打ってきた。パンチング元吉いきなり見せてくれました。まあ、ヒヤッとするシーンでしたけども、谷口さん、元吉ここ2試合本当ビッグセーブ多いですよね。そうですね、本当に彼の力で救われてます。これは胸でうまく処理します。24番の池田中に送ってシュート打ってくる。どうポスト、ここは詰められるか。もう一度ポスト、まだ波状攻撃が続きます。頭で合わせる、これはビッグセーブ元吉、まだ続く。やっとこれが決まってしまったか。先制はビアティンミエ、怒涛の攻撃、ポスト、そして元吉のビッグセーブとありましたけども、最後は決められてしまいました。アウェイのビアティンミエ先制です。でも16番いなかったですかね。ダイレクトで入れるシュートすごく難しいと思うんですけど、ビアティンの選手素晴らしいシュートでしたね。はい、さあここは中に入っていく、左足で送るが、ここは旗が上がったかオフサイド。さすがにオフサイドでしたね。さあ真ん中フリーで菊池、前を向きます。東のところ胸で落としてシュート、さあ伊藤純也から逆サイドにボールが出る。ヘディングで折り返したボールは菊池のところ、浮かせてと前に送る。おっとここは越して東、シュートを打つ。ここは枠の外、いや見応えのあるシーンでした。さあリプレイご覧いただきましょう。伊藤純也からロングフィード、ここうまく抜け出ました。そしてうまいトラップ、トラップしましたね。いや素晴らしいトラップからのシュート、完璧だったんですけどもね、まあ、なかなか難しいシュートではありましたが、浮かせたボール東のところ、ここは奪われた。そして笛が吹かれて前半終了。前半を終わって0対1、アウェイのビアティンミエがリードしています。さあ今キックオフです。後半左から右に攻めるのがホームブリオベッカ・ウレース、右から左に攻めるのがアウェイのビアティミエ、白のユニフォームです。左でニヘとフラコシがこう絡んでくると、はい、チャンス生まれるんですけど、そうですね。さあ前線に出します。その村越一旦戻して、さあボックスの中シュート打ってきた。おっと惜しいシュートでした。ミドルシュートふわりと浮かせて、おっと、あー惜しい。ジョニーから中へ倒れ込みながらシュート、ヘディング、はい、あーっとこれは裏からちょうど角度的には入ったと思ったんですけどもね、ピンクを入れて中に切り返して、おっと元吉姉妹セーブ、左手一本、一本いやー元吉ビッグセーブ。東を追っていく山崎、右足で中に入れる、頭でスラしたボールはどうだと、旗が上がっているか。さあアディショナルタイム残り目安4分まで、さあここはフリーだ。秋葉外へ戻します。伊藤から中に入れてくる、井上のところと
ここで笛、試合終了です。ブリオベッカ LS ホームで0対1ビアティン三重に敗れてしまいました。一つ一つ成長してまた試合に勝てる続けられるチームになんとか作り上げていきたいと思いますので、また応援をよろしくお願いしたいと思います。今日はありがとうございました。